っていうかすごく見てます。はい。はい、ね？今日は何？今日はですね、このかぼちゃを紹介するのではなく、はい、ちょっとですね、あの元気を出してほしい人がいらっしゃるんですよ。はい、実はマッチに？そうです。この方です。じゃじゃん。秋に入って全く馬券が当たっていないアンタッチャブルの山崎さん。山崎さん本当大丈夫ですか？そんな当たってないじゃない。俺じゃない。あ、こっちこっち。ずいぶん似てたからね、雰囲気が。当たってないのにこの笑顔は何なんですか？ねえ、本当。え、どういう風にお金も、いや、もうそれがですね、もうかけてもかけても全く当たらず、ザルのようにお金が6連敗落ちてきているという。6連敗？お二人食べました。でも私明日の G やってた時結局1回も当たらなかったから特に何も。逆にこう情報が入りすぎて悩んじゃうかもしれないですよね。それはありますね。しかもね、こうね、番組で予想すると結構外れるんですよ。多分実は、あ、こっそりこうやってるのは当たってるんじゃないかと思うんです。どうでしょう、どうなんでしょうかね。頑張ってくださいよ。はい、でも別に特にそんなにお知り合いってわけでもないですし、お会いの問題もないですね。まあちょっとバラエティでちょくちょく会う、たまにお会いするくらいでね。お会いするくらいでもないっちゃうな。百合さんに頑張っていただき、そうね、あ、スバリン頑張って、はい、頑張って頑張って見てるよ。あちなちゃん頑張ってね、柴田さんも頑張ってください。どうも、頑張ってください。応援してます。応援してます。めっちゃじゃあ頑張ってください。以上、元気の源でした。